ああ、美味しそうですね。これ、スタードの冷やし担々スタミナ混ぜそばと、これ、初めて私食べるんですけど、スタミナ丼ですね。スタードンさんの。おー、美味しそうですね。いただきます。美味しそうですね。黄身も溶けてますね。いただきます。でね、これね、伝説のスタードンすごいですね、これ。伝説のスタードンや、これね、ミニストップさんで行って買ってきましたね。こちらいただきます。東京名物だそうです。うまそうですね。伝説のってやばいですね。美味しそう。あー、いただきます。いただきます。うわっ、うまっ。これなんだ？ニンニク生姜ですか、これ。何の風味ですか、すごい。ニンニク生姜っぽい感じ。おいしい。スタ丼初めて食べましたね。うまっ。店舗で食べたらもっと美味しいんでしょうね。あ、海苔が。海苔が敷いてありますね、海苔。ニンニク、生姜がなくなる。よし、ちょっと卵のとこ行っちゃおうかな。卵の。ちょっとこれ怪しげな卵なんですけど、これチンする前、すげえ塊だったんですけど。黄身じわのとこじゃ行きまーす。東京にいた友達とが、スタ丼食べたとかつって、みたいな。ずっと食べたかったですね、私。何年も前から。やっとる食べれた、美味しい。あ、もう飲んでましたね、そして。ぐっすー。ぐっすーかりー。ぐっすーよかりーさびらー。いやー、乾杯。で、ハイボールチャンスね。ハイボールチャン、これ。ウィルキンソンのね、これで割ってますね。ピンクグレープフルーツ割りですね。あ、美味しい。あー、活かしますね、この喉越し。ハイボールさんで。ちょっとね、疲れた時に、ちょっと梅干しもフューチャリングしたいんですよね。よいしょ。梅干しちゃんも。しらすとね、梅干しの組み合わせがすごいってテレビでやってましたね。夏バテ防止でちょっと最近暑いんで。美味しい。梅干しもフューチャリングで。美味しい。味がやっぱりすき焼きとか吉野家と。違いますね、味が。美味しい。すすめは。あとこれ、冷やし担々スタミナ混ぜそばも食べてきます。お、中がすごいね、こんな感じになってますね。ネギともやしと、これ肉、豚肉かな、これ。すごいね、なんか辛みつが。で、これが何だろうね、ザーサイみたいな感じのかな。3箇所ホワジャオもついてますね。これをじゃあぶっかけますね。おー、すごい、スープちゃんと。うわ、なんか麺が美味しそう。麺が見て美味しそう。なんかちょっと太麺ですか。なんか麺がすごい美味しそうなんですけど。じゃあこれはどうしていこうかな。私的に、ちょっとスープをまずやって、すごいね、液だれっつうかすごいんだけど、これ。どっから、こっから漏れてんのかな？よいしょ。これをまず麺と混ぜてからいきますね。よいしょ。これなんだ？担々スープですかね、これ。担々スープ。いいね、この、やっぱりもう最近も暑いですからね。こういうちょっと辛いのとか食べたくなりますね。やっぱ暑い時こそ。ね。
混ぜそばなんでしょ、混ぜ混ぜしていきます。お、結構硬い。これ昨日買ってきてさ、冷蔵庫に入れてたんですけど、これ一回水でやった方がよかったかな。冷蔵庫入れてると結構硬いね、これ。うわぁ。やばい。水でほぐすんだ。よいしょ。よーし、ちょっと混ざりましたね。混ざったところはちょっと麺だけいただきますね。麺だけ。いただきます。うん、おいしい。まろやかな辛さです、これ。まろやかな辛さ。おいしい。麺もなんか、おいしいね。もちもち。あー、うまっ。これすごいね。今発見したけど、ネギも入ってるんですね。ネギも入ってる、これ。うん。あ、これ食欲進む味してる、これ。うまっ。うん。実際の店舗に行って食べたくなるの。うまっ。これ乗っけていきまーすじゃん。スタドンさんのあれかな、これ、ニックね。いいね、この辛いもやし大好き。辛いもやしと、白髪ネギって言うんでしたっけね、これね。白髪ネギ。もう入れて、これちょっとザーサイっぽいな、これ。ザーサイっぽいっすけど。で、フォアジャオをいきまーす。おー。あー、いい香り。あー、いい香り。昔、同級生が香りの香りはいい香りってあの詩作ってましたけどね。みんなにバカウケしてましたけど。いい香りしてますね。これはどうしたらいい？これもう混ぜちゃうか。あ、いや、でも、どうしよっかな。え、これも全部じゃ混ぜますね。全部混ぜちゃいます。はいはい。全部混ぜます。おー、いいね。具沢山いただきます。合うね。この豚肉とこのもやしと白髪ネギと合いますね。おいしい。ザーサイ茶みたいな。あ、これザーサイや。ザーサイですね。おいしい。チャイニーズになったみたいな。チャイニーズになったみたい。麺と豚肉、これ冷やし麺とさ豚肉を初めて食べたかもしれない。初めての組み合わせかもしれません。あ、でもチャーシューとかあれなのか、チャーシューは豚肉なのかな。いや、でも冷やし麺と豚肉の組み合わせは初かもしれないですね。私、いいね、ベストマッチ。止まんなくなるね。こっちもこっちも止まんなくなる。おいたま、おいたまします。グーでたまたま、イエーイ、グーでたまちゃん、おいたましました。わあ、いいね。最高。いいね。
もうね、腹ペコだったんです。進む進む。おいしい。ああ、東京に行った際はね、あの伝説のスタードン屋さん店舗でちょっと食べたいですね。大満足でした。もう結構量も味もね最高でした。ああ、という感じでゆっくり飲んで食べていきたいと思います。皆さんの熱中症には気をつけましょう。はーい。